さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターレッツゴーピカチュウやっていきましょう。ピカチュウ版はコードのプレイでやっていきます。こちらはゴーパーク、ポケモンゴーと連携するときに使う施設になります。初のゴーパーク、一番最初は関口シティにあるので、そこまで進めると来ることができます。早速ですね、ポケモンを連れてくるをやってみたいと思います。ゴーパークは各エリア20エリアに1つずつゴーパークがあって、合計で1000匹ポケモンを預けることができます。ポケモン GO の端末の設定からペアリングをして、ペアリングができるとこちらに連れてくることができます。で、連れてきたポケモンはポケモン GO には戻せないので注意が必要です。ではポケモン GO を探してみたいと思います。これで接続できるんだ。 100% になって接続ができました。ポケモン GO からポケモン15匹転送可能です。1体だけではなくて複数体を1回の通信の接続で選べるみたいです。エリアは20に分かれているので、今回は一番最初のエリア1に呼びました。ここだとポケモンの様子を見ることもできるし、ゲットすることもできるし、遊ぶこともできると思うので早速やってみます。呼んだポケモンが固まってますね。リージョンフォームのアローラの姿のナッシーやニャースもここに呼べるので、そうやって連れてきて図鑑入れるときに登録っていうのもありですよね。どうしようかな、捕まえると移動がありますね。でまずはコイキングからやってみます。出始めにっていう感じなんですけど、これで構えて捕まえていきます。プレイエリアでポケモンと遊ぶもここでできるんですけど、今回はね捕まえる方をやっていきたいと思います。おい、早い。あ、やっぱり CP が低いポケモンもいけるのかな。で、ちなみになんですけど、もうすでにポケモン GO 連携で伝説ポケモンがこちらに連れてこれるようになっていました。なのでミュウツー、フリーザーを呼んだので、フリーザーをね捕まえてみたいと思います。いけるのかな。今回ポケモンをレッツゴーピカチュウと接続して連れてきてるので、ポケモン GO 側には不思議な箱、あのメルタンが入ってる箱ですねが届いていました。まあ、とりあえずズリの実を入れてクリア前とかでいけるのか試してみます。お、結構回るよ。おお、やっぱ普通に1回ではいけないですね。どうしようかな、ズリの実を使っていきます。これハイパーボールで出るんですかね。ポケモン GO 側レイドした後ってプレミアボールの数が決まって、で、私とか金のズリの実使うんですけど、金のズリの実はこちらには今ないんですよね。もしかしたらどこかで金のズリの実もらえるのかなっていうのも気になってるところです。まあ、とりあえずはね、フリーズを捕まえたい。使いましょう。今7の実と、ほわー、まだか、ズリの実とかがある状態なので、いや、何かしらちょっと投げながらがいいと思うんですけど、うまくいくかな。これでも捕まえられたらクリア前、レッツゴー版の方に出てくる山頂と言われているフリーザー、ファイヤー、サンダー連れてこれるってことになりますよね。連れ歩きもできるので、ぜひ捕まえたいんだけど、だいぶ動きますね。あとハイパーボールの数が不安。あと8個、ナイス。あ、もう少しで捕まえられたのに。うん、だいぶ動く。意外とね、ボール投げるの難しいですね。うわ、
回らない。あと4個だ。どうしたらいいかな。スーパーボールにちょっと変えてみます。あとは金のパイルの実とかあったりするので1回使おう。まだ5個しかないんですけどね、どこかでまたもらえたりするんじゃないかなとは思うんですけど、買えるようになるかはまだわからない状態です。ダメだな、なんかズリの実が一番回っていたかもしれない。厳しい。エクセレント。1回しか回らないじゃないですか。これズリの実、これも8個しかないのでこれ投げて7個になっちゃいましたね。あとですね、ちょっとコードと話してて気になったのが、ここでマスターボールを使って外しちゃった時ってマスターボールどうなるんだろうっていうのと、マスターボールも投げるのかなっていう話でね、ちょっと盛り上がりました。怖くてね、マスターボールは使えないので、ハイパーボールで残りでいけるかな、どうなんでしょう。あ、来る。あと3個しかない。ズリの目は投げますが、捕まる前にハイパーボールがなくなるかもしれない。てか捕まえられるのかっていうところが不安ですよね。釣れては来れるけど、なんか伝説ポケモンって捕まえられないのかな。ラス1ナイス。ハイパーボールラストで、あ、来る。あ、来た。あ、いけるんだ。フリーザーを捕まえた。ということで、あれ、レッツゴーの方でフリーザーとかゲットしてなくてもゴーパークで行けますね。図鑑登録こっちでできちゃいました。うわー、びっくりした。これはこれびっくりする。ちょっと次はね、お、ミニル海竜になったら強いもんね。あと6個あるので6個します。あとハイパーボールが今なくなっちゃったので、モンスターボールとスーパーボールで投げていってみたいと思います。85個あるから、ちょっと待って、そっちも行かない。え、これ方向難しい。こうか。こうなんかテクニックがいる感じがしてます。自分でうまく捕まえられるのかな。来る。うわ、1個じゃないんだ。もうちょっとだったのに、惜しい。残り5個ズリの実投げます。これでラスト4個またね、買えばいい、買えばいいんですよ、モンスターボールとかは。いや、でもせっかくだから捕まえたいですね。ズリの実投げてからの、はい、ノーマル。回ってくれ。もうちょっと来るかな。わーおー、一番最後の守りが回らない。投げます。なんかのレイドのゲットチャレンジしてる感じになってますね。グレート、どうかな。来る。あー同じような出方してるね。スーパーボールにします。エクセレント。お、あー来た、スーパーボールだった。ミニル捕まえられました。経験値が240。図鑑もここで登録になれるので、今回のレッツゴーシリーズ遊んでいて、関東地方の図鑑、ポケモン GO で埋まってる方はね、そっちから連れてくれば図鑑本当に早く埋まりますね。ただモンスターボールの数は相当使うんじゃないかなと予想します。はい、それにしてもゴーパーク内広いですね。いた、ファイヤー。でもなんかいろいろないからちょっとまたですね。ここでもレポートも書けるんだ。ということで今回はですね、初のゴーパークで伝説ポケモン捕まえてみました。どこにいるかな。いた、フリーザーレベル15になりましたね。でミニルーはレベル30です。ポケモン GO だとレベル表記がないので、
CP の強さでレベルに変わるのかなという感じなのかなと思います。はい、これで強くなりますね。ちょっとフリーザー入れときます。レベル15なんでレベルまた上げてあげないといけないですね。いかがだったでしょうか。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。